カッパズリとは、浮世絵版画での再色法である。菱川諸信の、春本から一丁が外れたもの。版本名は不明。墨釣り F で再式。1680年頃。差し絵人気により、テキストが上4分の一に追いやられるのが、半本から一枚釣りに移行する時代の特徴である。スミソニアンフリーア美術館像。木版画は、単色釣りが基本である。 だが、乗客からの要望もあり、彩色化が図られるようになる。最初は、吸った後に、筆で着彩する方法が取られた。暗亡国の縫い白や出身で、17世紀後半の江戸で活動した、菱川諸信の場合、半本や揃い物に着彩されている炭釣り絵が現存する。その後、1741から42年に、色版を用いた紅釣り絵が、 そして、1765年には、鈴木春信による、多色ずり、錦絵が登場する。一方、諸信以前の髪型、つまり、大阪と京は、落中落外図屏風や、漢文美人図等、金星風俗画が、盛んに描かれたが、これらが、上がり物として、江戸に持ち込まれることによって、諸信の歌舞伎絵、美人が、 春画を生むきっかけとなった。髪型でも、半本から一枚釣りが生まれ、墨釣り絵に筆再色する過程は同じだが、その次に登場したのが、カッパ釣りであったのが、江戸との違いである。うらく、蔡長秀祇園巫女子荒らひねりもの先林家両矢崎港、1813から25年頃、頃情報カッパ釣りにおいて、長秀の現存数が、最も多い。 主版、つまり最初にする、輪郭線は版木を用いるが、色版は、防水加工した紙をくり抜いて、型紙とし、墨すりした紙の上に置き、顔料をつけた刷毛を吸って再色した。色数と同じだけの型紙を必要とする。防水紙を使用することから、カッパと呼ばれる。カッパ釣りの利点は、加工が容易であり、コストが安く、納期が早い、バレンを用いないので、 錦絵より薄く安価な紙が使用できる点である。逆に欠点は、半ギずりほど細密な表現ができない、色ムラが出やすい、重ねすりすると、下の色は、ずもれてしまう、切り抜き箇所の円に顔料がたまりやすい、型紙が浮き上がり、顔料が外にはみ出すことがある、型紙をくり抜くため、その内部に色を入れたくない部分がある場合は、釣りと呼ばれる、色を入れる、 箇所の一部を切り残す必要がある。安価な紙を用いたため、大切にされず、減存数が少なくなっただろう点である。伊藤若冲、花鳥版画のうち、バラと、コズ大英博物館像。明治期の本国版。平木本での受冠の彩色、吹き付けはカッパ釣りによる。カッパ釣りの登場は、教法年間の絵本、生体百人一首扉へとされる。 蘇州版画からの影響か、友禅染めの型紙の転用から生まれたと言われる。しかし、それ以前に、大杖でカッパ釣りが採用されていたとの論があり、また、他分野からの影響ではなく、職人なら、自身で開発できるだろうとの仮説もある。上型では、1813年頃に、江戸の錦絵が流入した後でも、かっ釣りが併存し、1887年頃まで、 存続した。画題は、役者へと、練り物が大部分で、半径は、西木がお盤もしくは中盤が主流なのに対し、カッパ釣りは、細盤が多い。浮世絵師ではないが、伊藤若中の、課長藩が、開き浮世絵財団は六種所蔵。は、木版釣りとカッパ釣りの併用とされている。黒字部分は、裏から、バレに跡が見えるのに対し、祭祀部は、 バレに跡がある箇所とない箇所がある。刷毛ではなく、筆を使用し、濃淡を変化させたり、顔料を拭くなど、高度な技術が投入されている。弱中は、親族に、西人織業者がおり、そこから友禅染めの遠用を思いついたのではと、山口真理子は指摘する。ヒクエトリ作者不明、1800年頃。大英博物館像。長崎へでも、 カッパ釣りが用いられた。当人は新年を祝うため、唐寺ですられた年賀を家屋に貼る風習があり、それが周辺に住む日本人にも受け入れられ、江戸や上方とは異なり、半本から一枚絵に展開する過程を必要としなかった。現存する長崎絵最古のものは、漢方から還元年間とされ、その頃から墨釣り絵にて再意識することが始まり、 天明年間頃にかっぱ釣りが行われるようになる。天保年間初頭、京西永生の門人である、磯野文斎が、藩元、山戸屋に婿入りし、後に掘りし、すを江戸から招くことにより、錦絵がもたらされた。ただし他の藩元では、かっぱ釣り犯行が続いた。画題は、江戸や上方と異なり、オランダ人や、唐人の風貌や装束、彼らの風習、帆ぶや 蒸気船、珍しい動物、デジマズや、東人屋敷、東寺など、長崎特有の異国情緒を催すものが描かれた。1858年の日米、修交通商条約締結後、外国人居留地の中心が横浜に移ることにより、1860年には、横浜へが流星し、文久年間頃に、長崎への反抗は終わったとされる。ありがとうございます。